今回は、浅田次郎の短編集、椿姫から、シーンを、朗読します。短編集、姫椿から、シーンをリーディングします。桜の咲いた日、凛が死んだ。獣医が言うには、ドライフードに含まれているマグネシウムが小さな体の中に蓄積して腎臓を壊してしまったのだそうだ。楽にしてあげましょうと獣医が口にした時、鈴子は頭の中が真っ白になって診察台から凛を奪い返した。2軒目の動物病院でも同じことを言われた。それから3日間会社を休んで、鈴子は凛の末期を看取ったのだった。ドライフードを与え続けたのは凛の好物だったからだ。他の餌にはあまり興味を示さず、ドライフードと水さえあれば凛はいつもご機嫌だった。桜並木を歩きながら涙が枯れてしまうと怒りがたぎってきた。自分はそうとは知らず凛に毒を与え続けていたのだと思った。凛を殺してしまった。駅前は塾帰りの子供らでにぎわっていた。寺からの長い道をとぼとぼと1時間もかけて歩いてきたのだった。どうしても駅の改札をくぐる気になれず、鈴子は黄昏の沿線をまた歩き出した。凛のいない部屋に帰りたくはなかった。鈴子が沿線沿いの小さなペットショップの前に立ち止まったのは、春の日の暮れなずむ時刻である。闇ににじむネオン管を見上げて、鈴子は驚くよりも悲しい気持ちになった。凛だって。偶然にしてもひどすぎる。くすんだショーウィンドウにローマ字の筆記体で店の名がそう書かれていたのだった。いらっしゃい。ただいまセール中です。何でも2割引き。ペットのお値段は相談しましょう。ええ、そうじゃないんですと鈴子は慌てて手を振った。お店の名前がうちの猫と同じだったから。ああ、そう、凛ちゃんかね。だったらキャットフードがお買い得だよ。全品2割引き。ドライは置いてないがね。えと鈴子はショーウィンドウの中に無造作に積み上げられた餌の山を見渡した。どうしてドライは置いていないんですか？それはあんた、あれは毒だからね。マグネシウムが添加されてるから、長い間には腎臓を痛めちまうのさ。あれはダメだ。毛並みなんか良くなるけどね。やっぱりそうなんですか。老人はにっこりと笑いかけて鈴子を手招いた。店内は優しい獣の匂いに満ちていた。お嬢さん、動物が好きだね。はい、大好きです。もうお嬢さんっていう年じゃないけど、しっかり生き遅れてます。老人はカゴの中を見入る鈴子の横顔を覗き込みながらおかしそうに笑った。凛ちゃんのせいで生き遅れたのかな。言われてみればそうかもしれない。何しろ9年の間外泊をした試しがなかった。凛をペットホテルに預けて旅に出ても気が気ではなかったし、デートはいつも早々と切り上げて帰った。そんな暮らしが25の年から9年も続けば縁遠くなるのも当たり前だ。おじさん、私ね、凛を殺しちゃったの。毎日毎日マグネシウムの入ったドライフードを食べさせて。さぞ悲しかろうね。まるで鈴子の心の中を見透かすように老人は言った。
そういうご事情なら知らん顔はできん。ちょっとおいで。老人は鈴子の肩を抱き起こすと、カゴや砂袋を積み上げた店の奥に導き入れた。旧式のレジスターの下にステンレスの檻があった。子犬ほどの大きさの見たこともない動物が入っていた。ちょっと変な格好だが、怖くはないだろう。かわいい。確かにそう思った。爬虫類ですか。さあ、実は10日ほど前に中国人らしい客から預かったのだがね、2日間の約束で。ところがそれっきり引き取りに来ない。片言の日本語で説明をしとった。なんでもこれはシエという伝説の獣で。言いながら老人はレジスターの上のメモにひどく難しい漢字を書いた。これでシエと読むんだそうだ。日本語だか中国語だか知らんがね。見てごらん。まず顔がキリンで、額には鹿の角、足には牛の蹄、尻尾は虎だ。体はね、ほら鱗に覆われてる。本当だ、すごい。褒められたことが分かったのだろう。シエは前足を突っ張って自慢げに背筋を伸ばした。越しておいても仕方がないから、月曜には保健所に持っていこうと思ってるんだが。まあこんな不細工な動物は引き取り手もいるわけはないから、たちまち捨て犬と一緒にガス室送りになるだろうが、こっちも妙なものを置いて警察沙汰にでもなったらかなわんしね。だったら私がいただいてきます。おいくらですか。ああ、お金はいらんよ。こっちも往生してるんだ。老人は檻の扉を開けてシエを抱いた。おとなしい動物だ。おいでシエ。両手を差し伸べるとシエは何のためらいもなく鈴子の腕に入った。硬い鎧のように見えた鱗は思いがけぬほど柔らかい手触りで、例えば艶やかな鳥毛に近かった。ほのかに果実の匂いがした。いい匂い。何を食べてるのかしら。ドッグフードと野菜と小鳥の餌を入れといたんだが、食べたい様子はないし水も飲まない。まさか10日も飲まず食わず。何しろ伝説の動物だからね。あ、いろいろ試してみてくださいな。店を出るとき、シエは鈴子の肩越しに伸び上がって一声名残惜しげに泣いた。感情のこもった子犬の声に似ていた。線路沿いの道は桜が満開だ。咲いた途端に花冷えの日が続いたせいか、今年の桜はなかなか散らない。花に埋もれた見知らぬ世界に歩み込んでいくような気がして、鈴子は歩きながらシエと一緒に振り返った。シエ、中国の伝説上の動物。顔はキリン、角は鹿、足は牛、尾は虎、体は鱗に覆われており。管理人は古い辞典から目を離すと老眼鏡をかけてじっとシエを見つめた。善人と悪人の判別ができることから裁判の守護神として祀られるか。こりゃ便利な動物だな。時々借りようか。いいわね、それ。お
部屋の下見に来た人に会わせるの。不思議なことに、いつもは騒々しいポメラニアンが机の上にちょこんと座って、小首をかしげながらシエを見つめていた。ボンちゃん、おとなしいわね。誰にでも吠えるのに。ああ、そういやそうだな。神様の使いには一目置いてるんだろう。うちのボンと遊ばせてみようか。喧嘩はしそうにないし。いやー、なんだか嬉しいな。この子は人を幸福な気分にさせるのではなかろうかと鈴子は思った。一目見た途端優しい気持ちになって、凛を失った悲しみから救われた。みちみちすれ違った人も皆にっこりと微笑みかけてくれた。スーちゃんの気持ちも晴れるといいね。管理人が角の先をつつくと、シエは鈴子の腕の中で小さなくしゃみをした。シエ、今日からここがあなたのお家よ。踊り場の空にまん丸の月がかかっていた。3階まで登り、部屋の前で鍵を探った時、鈴子はしみじみ救われたと思った。明日は会社に行くけど大丈夫かな。シエはおとなしくお留守番してられますか。うなずいたように見えたのは気のせいだろう。少なくとも虎の尻尾を振って、シエは二重まぶたをしばたたいた。ご心配なく、とでも言うふうに。隣室のドアが機嫌の悪いきしみを上げて開いた。よう、スーちゃん、葬式終わったか。ご愁傷様。米山が真っ黒に日焼けした顔を廊下に突き出した。なんだってこの人は一年中 T シャツを着ているのだろう。寒くはないのかしら。あれ、また猫かよ。違うわ、ヨネさんがいじめるから。もう猫は飼わない。妙なもの飼うなよな。え、なんだよそれ。トカゲか。背中の鱗だけが見えたのだろう。米山は大げさに驚いた。トカゲじゃないわよ。ほら、かわいいでしょ。シエっていうの。シエと米山は年相応のシャレを言った。ちょっと待ってろよ。米山は部屋に戻るとビニール袋を下げて出てきた。これ凛の香典、そいつに食わせてやれよ。春休みでまだ子供が少ないもんだから余っちまった。言い方は勘に触ったが、ありがとうと受け取った。米山の性格が分かり始めたのは近頃のことだ。不吉祥で照れ屋だから、物言いがいちいち大人げない。保育園の給食係という職業はこの男の外見からは誰も考えつかない。時々猫に食わせろと言って差し入れてくれる給食の余り物は十分に鈴子の夕食になった。へんてこなやつだな。角が生えてる。これ、たてがみかな。シエはおとなしかった。角のあたりからうなじまで生えそろった金色のたてがみをなでられても抗う風はない。へえっと驚嘆しながら、米山はたてがみから続く頬ひげを太い指先でもてあそんだ。米山はしばらくシエの背中の鱗をなで、いきなり大声で鼻歌を歌いながら部屋に戻っていった。やはりシエは人間を幸福な気分にさせるらしい。ドアを開けると凛の残り が胸をうがった。自分は凛を失った悲しみを紛らわすためにこの獣を部屋に連れ込んだのだと思った。ごめんね、
と鈴子は二つの命に詫びた。嫌なことを思い出した。若い頃恋人に振られた失意のままに雪吊りの男に抱かれたことがある。名前も知らぬ乱暴な男だった。体を引き裂くような荒々しさは今も心の傷となって残っている。時折思い出す。男の顔形は忘れてしまったが、荒々しさを拒まずに受け入れてしまった自分を時折思い出す。確かその時も心の中でごめんねと言い続けていた。別れた恋人と雪吊りの男の両方に、ふと頬に温かな舌触りを感じた。ありがとう、あなた優しいのね。シエが涙をなめてくれた。途端に悪い記憶は嘘のように消えてしまった。シエはそんなのじゃないよね。ごめんなさい。もしかしたらシエは人の心が読めるのではないかと思った。涙をなめ尽くされた後の肌にはほのかな果実の香りが残った。ねえシエ、私の愚痴聞いてくれる？シエはひづめの先でコツンとテーブルを叩いた。私ね、自分を不幸だと思ったことは一度もない。多分普通の育ち方をした人の方が悩みは多いと思う。病気の親とか道楽者の亭主とか、わがままな子供とか、お金を無心に来る兄弟とか。私そういう不幸の種は何一つないんだもの。叱られることもないし、説教もされないし、自分の思い通りに自由気ままに生きてきた。30をいくつも過ぎてこんなに自由な女なんてそうはいないと思う。ねえシエ、幸福って何？自慢じゃないけど、君を幸せにしたいって言ってくれた人が今までに3人もいたの。それも冗談めかして言ったわけじゃなく真顔で。でもね、それってしらける言葉よ。だって私、他人からもらう幸せなんて信じないもの。だからいつもそう言われた途端に心がスーッと冷めてさよならした。世の中で怖いものは寂しさだけよ。だから寂しくさえなければ人間は幸せ。結構難しいんだよね、それが。結婚しちゃえばきっと寂しくないわ。でも他人に幸せをもらうのは嫌。そんな幸せなんて私は信じない。凛は私を幸せにしてくれた。こんなことを人に言ったら笑われるかもしれないけど、シエにはわかるよね。私渋谷駅のコインロッカーから生まれたの。それが正確にどこかは知らない。もちろん施設の先生も教えてはくれなかった。私を産んだコインロッカーがどれなのか今でも知りたいと思う。それからはずっと世の中の厄介者だった。少なくとも私自身はそう思い続けてきたわ。食事のたびに心から頭を下げてきた。一本の鉛筆にも一冊のノートにも頭を下げてきた。だからもう嫌なの、他人から恵んでもらう幸せなんて。凛は私がこの手で拾って、この手でミルクを飲ませて、この手で育ててきた。凛は私を幸せにしてくれた。嬉しい時は一緒に笑ってくれた。悲しい時は泣いてくれた。こういう愚痴も
ちゃんと聞いてくれたわ。あなた聞いてるの？シーは短くて太い牛の足を折りたたみ、テーブルの上ですっかりくつろいでいる。赤い口を薄く開いてしきりに舌なめずりをし、とても鈴子の話を真面目に聞いている様子はなかった。もうやめるわ、バカバカしい。まるで腹いっぱいに餌を食べた後のように、シエは胴長の体をゴロリと横たえ、やがて竜の鼻を震わせながら寝息を立て始めた。宮崎が飲んだくれてやってきたのはいつも通り終電車の後だった。 なんだよ鈴子、あれなんだよ。シエ、シエどうしたんだ、あんな怪物どっから持ってきたんだ。宮崎は動物が嫌いで凛にも手さえ触れようとはしなかった。そんなことより随分ご無沙汰ね。邪魔者がいなくなったからやってきたってわけ。病気の猫は気味が悪いと言って、宮崎はしばらく電話もよこさなかった。今朝事の次第を連絡した時も、ああそうと言ったきり、慰めの言葉もかけてはくれなかった。落ち込んでると思ってさ。しかし参ったな、これまた買うのかよ。少し気を取り直して宮崎は立ち上がった。タクシー代ぐらい自分で払ってよ、ご近所の目もあるんだから。ないもの、しょうがないだろ。あっけらかんとそういうことを口にする情けない男だ。猫がいなくなったらここに引っ越してきてやってもいいと思ってたんだけどな。怯えながら壁伝いに歩いて宮崎はシエに近寄った。この子ずっとここにいるわよ、嫌だったらもう来なくていいわ。本気かよそれ、だったら考えなくちゃ。どうぞお考えください。私あなたがいなくたってちっとも困らないもの。この男には足元を見られていると思う。少なくとも自分が宮崎を愛している以上には、宮崎は自分を愛してはいない。自分にとって宮崎は居心地のいい相手であり、宮崎にとっての自分は都合のいい女だということも分かっている。不意にシエがテーブルから身を起こした。大きな目を見開いて宮崎をにらみつけ、それからひづめを鳴らして威厳のある座り方をした。なんだよこいつ、おかねえな。鈴子も目を見張った。シエの表情にはそれまでの愛らしい印象が欠片もなかった。ヒゲとたてがみを逆立て、ややうつむき加減に鹿の角を突き出し、今にも飛びかからんばかりに前足を突っ張って腰を落とす。上目遣いの目は乱々と輝いて敵意をあらわにしていた。その夜、シエは寝室のドアの外にうずくまって一晩中低くうなり続けていた。ねえシエ、宮崎くんって本当は悪い人なの？確かにどうしようもない男だわ。稼ぎもないくせに飲む打つ買うの3点セット。二言目には俺は天才だって。天才ならばとっくになんとかなってるはずよね。多分いつか結婚すると思う。そんなに遠い先のことじゃなくってね、お父さんになれば変わるわよきっと。シエともうまくやってくわ。だからやきもちなんか焼かないで。あの人は私に幸せをくれた。本人は気づいていないかもしれないけど、私
彼と二人でいる時は寂しくないから。週に一度か十日に一度、ほんの気まぐれにやってくるだけだけれど、やっぱり嬉しいもの。ねえシエ、私時々自分が生まれた時のことを思い出すの。もちろんおへその緒がついていた頃の記憶なんてあるはずはないから、勝手な想像だと思う。真四角の小さい扉がそーっと開いて、地下街の蛍光灯の光が差し入ってくるの。ワイワイガヤガヤ人の声も、クリスマスソングも、車のクラクションとかもね。駅員さんとおまわりさん、とても優しい顔をしてた。多分二人とも赤ちゃんがいたんだ。駅員さんが私を毛布ごとコインロッカーから引き出して、すぐにおまわりさんが抱き取ってくれた。冷たくなった手と足とをね、救急車が来るまでずっと大きな手のひらにくるんで温めていてくれたんだよ。救急隊の人も看護婦さんもお医者さんも、みんな泣きながら私を温めてくれた。頑張れ頑張れって。だから頑張ったよ。私は頭も良くないし、そんなに美人でもないし、性格も暗いから大したことはできなかったけど、それでも私なりに頑張った。人のお世話になりっぱなしで、生かしてもらって育ててもらって、頑張らなくちゃ神様に申し訳ないもの。ごめんねシエ、あなたにしか愚痴を言えないの。涙も見せられないのよ。こんな付き合い方って嫌でしょうけど、ごめんね。宮崎君と知り合った時、どうしようもない男だって思った。まだ手も握らないうちにサラ金の借金をね、全部肩代わりしてあげたの。自己破産するって泣くから。起きてよ知恵、あなたなんで人の話を聞きながら寝ちゃうの。まるでお腹がいっぱいになったみたいに。はいはい、愚痴は聞きたくないのね。ごめんなさい。じゃあ続きは明日の晩。桜が一斉に散り始めた日、鈴子は会社帰りにペットショップを訪ねた。シエはこの数日間相変わらず餌を食べず水も飲まない。次第に元気がなくなり、鱗の艶もくすんできたような気がする。獣医に見せて腰を抜かされるのも嫌なので、ともかくあのペットショップに相談してみようと思った。店はシャッターを下ろしていた。長らくご愛顧を賜りましたが、今般諸事情により閉店することとなりました。あしからずご了承くださいませ。店主、お客様各位、こうなったら仕方がない。帰ったら動物病院に連れて行って、獣医が腰を抜かそうがどうしようが診察をしてもらおう。路地に大きく枝を張り出した桜の下に管理人が佇んでいた。スーちゃん。いや違うんだ、ちょっとトラブルがあってね。管理人はため息をつきながら辺りを伺い、小声で言った。実はあんたの出て行った後、お隣の米山さんがね。え、米さんどうかしたの。スーちゃんの彼氏をぶん殴っちまったんだ。何それ。何でも彼氏があんたの部屋から
荷物を勝手に持ち出そうとして米さんと揉めたんだよ。ヤッコさん、スーちゃんが処分してくれって頼んだと言ってたけど、ビニール袋の中に指輪とか通帳とかも入っていたんじゃ言い訳にならんわな。せめて会社に連絡しようと思って管理人室に戻りかけた途端、米山さんが彼氏をめっちゃくちゃにぶん殴っちまって。黄昏の空に散り惑う桜を見上げながら、管理人はタバコを一服つけた。はあ、米さんとは飲みながらよく噂していたんだよ。あんたみたいないい女になんでまたあんなろくでなしの紐がくっつくんだろうって。私そんなんじゃないです。似た者同士だから。70年も生きていれば多少は人を見る目はあるつもりだ。ましてや10年もこうしてお付き合いをしておればだね。あんたがどのくらいしっかり者だかはよくわかる。似た者同士だなんてスーちゃんのお父さんやお母さんが聞いたら嘆くよ。やり場のない悲しみが胸に詰まって、鈴子は花を見上げた。おじさん、私ね。あんたがどんな生き方をしてきたかは知らんよ。そんなことはどうだっていい。だがこれだけは言っておく。あの男はスーちゃんとは釣り合わん。真面目な女は真面目な男と付き合うものだ。自分をバカにしちゃいけない。思いあぐねた末のセリフのように管理人の言葉は重かった。ヨネさんは部屋にいるよ。スーちゃんの全財産は預けてあるから寄って行きなさい。管理人はにっこりと笑って鈴子の手を握ってくれた。米山はひび割れた廊下の先に立ってぼんやりと花を見ていた。おかえり。ごめんね米さん。俺も言いたいことは山ほどあったけど、待ってるうちに忘れちまった。遅かったじゃないか。うん、ちょっと寄り道してたの。じゃあな。あ、そうだ、餌餌。ドアを開けて米山は段ボールのみかん箱を廊下に引きずり出した。今日は保育園のお花見でさ、バーベキューの肉が余っちまった。あと焼きそばと野菜、レンジでチンして食え。涙が出てしまったのは横殴りに散りかかる桜のせいだと思う。バッカ野郎、大事な彼氏をぶっ飛ばしたのはこっちなんだぜ。謝る前に泣かれたんじゃ立つ瀬がねえじゃねえかよ。米山はボサボサの頭をかきながら汗臭いタオルを鈴子の腕に投げた。そうじゃないよ米さん、私今まで気づかなかった。10年も米さんにご飯を食べさせてもらっていた。もう人様の世話にはならないって、一人で頑張るんだって偉そうに考えていても、毎日米さんの作ったご飯を食べていた。幸せを恵んでもらっていた。すっごく美味しいんだよ。どうしてこんなに美味しいんだろうって不思議に思っていたの。でも今やっと分かった。米さんは優しいんだ。あのな、スーちゃん、なんなら毎日あったかい飯食わしてやってもいいぜ。俺あいつみたいにかっこよくないし、学校も出てないし、取り柄といったらガキの飯作るだけなんだけど、でも
子供らはみんな俺の作った飯を残さず食うから、うまいうまいって。それでみんなすくすくでかくなるんだ。温かな言葉の意味を鈴子は奥歯で噛みしめた。私の背ももう少し伸びるかしら。さあな、30過ぎて背は伸びねえだろうけど、背筋はちゃんとするよ。お前猫背だから。ドアが閉まった後も鈴子はしばらくの間花吹雪の中に立っていた。シエ、ただいま。明かりをつけるとシエはテーブルの上に身を横たえたまま、気だるそうに顔だけをもたげた。今日一日でまたやつれたように見える。シエ。鈴子はシエの体を抱き寄せ、たてがみに顔をうずめた。鼓動は軽く早く、息は荒かった。シエ、死んじゃやだよ。どうしてよ、どうして。病気ではない。シエの体は苗しぼむように衰えきっていた。どうして何も食べてくれないの、こんなに痩せちゃって。わずかにまぶたを上げてシエはまばゆげに明かりを見た。眩しいの。シエは人間のようなうなずき方をした。明かりを消すと鼻越しの月明かりが部屋に満ちた。散り惑うひとひらひとひらが影になって白い部屋をまだらに染めた。たった一日でシエは乾いてしまった。まるで木彫りの像のように、思いがけぬほどの悲しい軽さだった。窓辺によるとシエは窓の高さの花を見上げて穏やかな笑みを浮かべた。どうしてよ。善人と悪人の分別をし、そして多分鈴子の考えた通りなら、シエは人間の不幸を食べ涙をなめて生きていた。震える舌を長く伸ばしてシエは鈴子の涙をすすった。スーちゃん、僕はスーちゃんが好きだ。5000年も生きて数えきれない人と会ってきたけど、スーちゃんが一番好きだ。それはね、スーちゃんの不幸が一番美味しかったから。スーちゃんの涙が一番濃くて甘かったから。自分のことを不幸だと思っている人間はね、実はちっとも不幸じゃない。そんなの愚痴を食べてみればわかる。まずいから。スーちゃんは幸せは寂しくないことだって言ったよね。あの一言はとても美味しかった。本当の不幸の味がした。スーちゃんの愚痴は食べきれないぐらいのごちそうだった。毎晩お腹がいっぱいになって食べきれないうちに眠くなっちゃった。もうごちそうさまです。だってスーちゃんはすっかり不幸を吐き尽くして、じきに幸せになるからね。不幸の分だけちゃんと幸せになれるよ。本当だよ。一生の恋人になる人には何一つ隠し事をせず、すべてを話してください。恥ずかしいことは何もない。そして同じような生まれ育ちのその人の苦しみは
スーちゃんがみんな食べてあげて。不吉祥な人だけど、とてもとてもいい人です。郊外に小さな家を買ってね。子供は3人、双子の女の子とお父さんにそっくりの不吉祥な男の子です。本当はね、食べるものがなくなってお腹が空いたからまたよそへ行こうと思ったんだ。でもやめた。スーちゃんの不幸を食べ尽くした時、僕は大変なことに気づいちゃったんだ。聞いてくれるかな。あのね、スーちゃん、僕は不幸なんだ。だってそうだろ、僕の不幸を食べてくれる人は誰もいないんだもの。僕の涙をすすってくれる人もいないんだよ。それに気づいた時、5000年分の疲れがどっと出た。だからもう不幸を食べるのはやめて死にます。長い長い一生の終わりに、今までで一番おいしい不幸と甘い涙を恵んでくれたスーちゃんに心からありがとうを言います。毎年桜が咲いたら、ほんのちょっとだけでいいから僕のことを思い出してね。大好きだよ、スーちゃん。5000年の終わりにスーちゃんに会えてよかった。さよなら、さよなら。シエは最後の力を振り絞ってスズ子の涙を舐め尽くしてくれた。ダメよ、シエ、死なないで。私、幸せになんかなりたくない。あなたと暮らしたい。シエは死んでしまった。散り急ぐ花が闇をまだらに染める月明かりの中で、シエの亡骸はやがて形を失い、果実の匂いのする煙になって窓ガラスを通り抜けていった。吹きこぼれる花のただ中に、たゆたい消えていくシエの魂を追いながら、スズ子は世界で一番幸せな人間になろうと思った。ああ、それにしても今年の桜はどうしてこんなに綺麗なんだろう。朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。